はい、上ちゃん TV レゴマーベルスーパーヒーローズ2実況。今回はですね、次のステージグエンプールミッションに突入したいと思います。グエンプールミッションを攻略するとですね、様々なアイテムエクストラが解除され購入可能となります。今回のミッションではですね、ヘリウムモードが購入可能となります。今回からは全てのミッションをクリアし 100% を目指したいと思います。ゴールドブロック、スタンリー救出、ピンクブロックの獲得、完全攻略ですね。キャラクター解除が目的です。最初のサブミッションはですね、マンハッタンから始まります。スクイレルガールの依頼ですね、サボってコスプレ、それとですね、チップムンクハンクの依頼、公園パトロールを攻略してフリープレイモードを解除したいと思います。それではやっていきましょう。はい、それではですね、いきましょうか。新しいキャラクターでいきましょうか。こいつはですね、クロウですね。はい、クロウでいきたいと思います。とりあえずアベンジャーズマンション出ましょう。飛べません。変わります。はい、コルバックですね。いきます。コルバックでいきます。コルバックは飛べますと、まあ近いんですけどね。ここですね、マンハッタン早すぎます。降りるのが早すぎます。この辺だと思うんですけども、あ、いましたね。はい、救いがものすごく言いにくいんですよね。救いれるガール、リスガールと言いましょうかね。どの辺でしょうか。救いれるガール、とても言いにくいので、リスガールと言います。はい、OK、行きましょう。はい、このコスプレイヤーが、ちょっと待てや、全然字幕が見えないじゃんかよ。これじゃ分かんないよ、これじゃ。ちょっと待てや、字幕書いておきます。全然分かんない。ミッション始めます。何するわけ。ちょっとコスプレイヤーな、着替えるわけ、なんかコスプレするわけ今から。どこ、ちょこっち、なんか暗いとこ連れ込まれてない？大丈夫？スクイレルガールじゃないか、まずい、こっちに来るぞということで、このままじゃ計画が台無しになるやん。こいつらコスプレイヤー、ちょっと待てよ、ちょっとバトルなのか。コバックは強いぞ、正直言って強いぞ。コバックは、敵はどこにいるのか、今ここだ。はい、終わったか、もう少しか。はい、一歩も動かず敵を倒すという。あ、まだ後ろいましたね。あ、ちょ、はい、オッケー。あ、逃げたな、逃げたよね。はい、はい、そうでいきます。次はそうですね、そうでいきます。ですね、キャラクターはですね、今回、どこ行った、おっと、おいおい、またこういうバトルばっかりかよ。謎解きはないのかい、謎解きは。はい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 、そうは強いぞ。あ、そうじゃないな、こいつ。そうではないな、そうではない。誰だ、あ、ラグナロク。はい、ラグナロクでした。そうだと思ってました。なんか白髪混じりだなと思ったんですよね。それでなんか羽もついてるしって。ちょっと待って、次誰にしましょう。はい、次、ターミネトリックスですね。おお、頼りになるな、これは。いいな、すげえな、これ。おっと、またですか。おいおい、なんかラリってますよ。なんか煙が出てる、なんかガスが出てる、ガスが。放射能か、放射能か。はい、やっつけましょう。
お、なかなか迫力ありますね。両手からなんか出してますけど。むっちゃ強いこいつ。ちょっと無敵じゃない？ちょっと強い。だって一撃で半分ぐらいパワーゲージが減るんだもん。よし、こいつはいいな。はい、次。ちょっと待って、何猛毒か。プロの仮装や。かわいそうに簿記イベントで司会をする約束だったんだけどなっていう。脱走の疑いで、え、パスワードが必要だ。下っ端に聞けばきっとわかるはずだということで、新規ミッション。なるほど、これがミッションですね。重要人物っぽいが来るのを待つよ。もう変わります。動きやすいやつがいいですね。はい、カーノムです。カーノムで決まりましょう。こんなのがまうろうろしてた、大変で。操りにくいわこれ。ちょっとこれ。さあ、まず、はい、周りに誰かいるのか。あ、なんかいましたね。こいつか。 B、 お前なんて、こうってなんだよ、こうって。怖くないぞ、海賊だったら。だいだいおじさんが隠してた宝の話だけだ。パスワードは、あ、地図がありますね。ちょっと動きにくい。はい、次トライトンでいきます。この辺にいるはずなんですよね。この辺、君かい、君じゃないのかい。おる、ほら、字でわかんない、字でわかんないからさ。ちょっとこれ止めないので変わります。これはスターホーク。こいつ、はい、 B。 全部この人たちかな。この人たちを探せばいいのか。左側ですね。左側の直進、でここを右に入ったところ、この辺。はい、OK。パスワードなんて知ってるのは？書生物書くには1日に4000字のペースで1ヶ月かかるってことだけだ。参考にならないな、こいつらも。いましたね。やっと前見つけた。真っ暗だもん。暗いよ、お前。クンクンにゃんこちゃんがいるんだって、どういうことだよお前。それ恥ずかしくないのかお前は。いた、暗いんだよお前たちは。犬か猫の名前を知ってるだけで本当にそれしか知らないということで、戻ります。はい、 OK。 B、パスワードについて分かったことは。全然見えない、パスワード。これ、何を書くには、なんとかなペースでパスワードをセットした、何、エージェントは自分のペットを持っている。一人はそのモッドが寄ってスクイガールを手助けしたことにショックを受けている。エージェントの一人はクンクンにゃんこちゃんという猫を飼っている。はい、パスワードについて分かったことは。
おいおいおい、クンクンにゃんこちゃん、はいはいっていう感じですよね。はいはい。で次は、うわどうやら口、ちょっと待って、全然字が分かんない。さあこれでショーを続けられるでしょう。行きましょうということで、はい行きましょう。猛毒を手伝いを先に行って、チップマン・ハンコックと恋ボーイに伝えてくれるということで、はい OK。 なんスピーディーリバウ、はい解除しましたね。はい OK です。今回ですね、グエンプールミッション 100% を狙っています。飛べるやつ、お M11 できます。飛べねえのかよ。チャリー27、遅っ。はいドルマムーでいきます。逆、 OK つきました。OK。 チープマンかハンク、ダメだね、怖がらせちゃったかもということで、ビ、怖くないよ君の顔なんか、こっちの方がよっぽど怖いわ。全然わかんない、もう全然わかんない、もう全然わかんない。わかったからもう全然わかんない。字幕変えときまーす、字幕変えときまーす。はいミッション、はいどうせ戦うんでしょ、どうせ戦うんでしょ。はいどこに行くのかな君たち。敵が近づいている。Wouldn't it have made more sense for the Chipmunk Corps to take lookout duty? などこに行くわけ？ どこに行くわけ？追い抜いちゃったよ。お、なんか来た。あ、オッケー。敵じゃないね、君たち。ドゥルマムーニ。最強じゃん、こいつも。むっちゃ強いじゃん、こいつ。っていうか、敵が弱いのか？あの味方も一緒にやっつけてますけども敵も味方もないというあの君たち、君たちこの人の前に立たないで頼むから。近づくと火傷するぜ。What are those sticks called that you use to pick up trash? Trash sticks?すごい。最強。最強。最強です。敵が見えません。でかすぎて。敵がでかすぎて見えないんだよ。味方もチップマンハンクソで全部やっつけちゃってる。踏み潰すっていう感じですよね。雑魚こいつ踏み潰してる。よし、オッケー、クリムゾンダイナモでいきます。おっと、まだいたの、まだいたの弱さっきとは打ってしまう体力ゲージ減らなすぎ弱すぎやはり中身は人間ですからね、こいつお、接近戦は強いですね。なんかアイアンマンの戦い方と似てますよね。はい、OK。はい、次。OK! マエストロ。お、キャプテン・マーベルの、あれ持ってますよね。はい、次、どこ行くの？追い抜いちゃうから早く行って。こ
こいつでかすぎて追い抜いちゃうから。あ、来た。どこ？あ、来た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 。迫力ありすぎ。まだか。おお。さあ、OK。蹴り殺してやつ。蹴り殺してる。ロックが解けませんね。おっと、ロックが解けない。敵もどこにいる？あと敵がわからないな。あー、あっちにいるね。あ、ロック解除。あー、まだか。このロックが解除されないと。いけませんね。後ろから回ってダメですね。よし、いけ。こいつら卑怯だな。questionable training taking place on the mountain earlier. Must be some new kind of ancient martial art or something. ちょっとここはさ、ドルマムーでちょっとやっちゃってもらいましょう。ちょっとドルマムーのもちょっとダメですね。ちょっと抜いて。ちょっとどっか行ってくれるかな。よし。接近で線でしかやられてくれないみたいですね。おっと、なんと一本取られた。次へ字幕つけときます。全然わかりませんので字幕つけときます。モードックのコスプレ、他にもいろいろ。イベントがあるぞ。会場へも、会場で会おう。チップマンかハンク。 OK、 会場されましたね。はい、ということで、Gwenpool's disembodied voice hereYour heroic deeds have unlocked one of my incredible Gwenpool missions! Go find it! Thanks again for earlier. Stop by the fundraiser if you get a chance. セントラルパークっていう話ですよね。ここ私、100% コンプリート目指していますので、下調べは十分にしてます。This is new. I'm not in a comic anymore. Check me out! Square feet!Head stud, unusual thumbs. This is awesome. I'm my own minifig. I need to get a pic of this before it wears off. If it wears off. Hello, Gwenpool. To whom am I speaking? The designer? Hello, chief. Bonus missions? Yes, 100% I can help.But what about the guy who did it last time? Oh, really? Okay, boss. Sure, I'm in. Bye! Hey! So, looks like I'm your host for these bonus missions. How cool is that? Choice bonus locations, awesome characters to play, and at the end, you get yourself the all-important pink bonus brick. Wherever shall we go first?Squirrel Girl and friends, Koi Boy and Chipmunk Hunk are throwing a party in the park. Ahem. I mean, hold
hosting an awareness-raising event for the Fuzzy Foundation. Fuzzy, of course, standing for Friends of Unbeatable Zoocentric Youngsters. Maybe need to work on a snappier title. And also not hold the event in a snowstorm? Check out that sweet cosplay dude they've got to MC! That costume is awesome! It almost looks like the real MODOK. Hmm. Oh yeah, so anyway, everyone was having a great time, despite the snow. But then strange things started to happen. Fight! Harsh words are bellowed, all seemingly in the vicinity of a funny-looking squirrel beast. This is not going to help improve the rep of woodland rodents. Squirrel Girl thinks she smells the work of an old foe, Robotoskur, aka Girl Squirrel. Some trickster squirrel from Asgard that spreads discord and general bad juju. Should it be sparking like that? Like it's a robot? These poor critter lovers have been mind-messed into breaking up the meditation class. And I don't think putting those turtles in the boating lake will make them less angry, guys. The water looks freezing. That's just a waste of good pizza! The suspiciously well-costumed MC urges the heroes to restore order and the good name of rodents everywhere. Go get 'em, forest friends! Dang! I think we've seen this thing before, and we defeated it, but last time we had a lot of help. Oh, this could get messy. They have hostages, and that music. Oh! Not your thing? I'm kind of digging it. はい、ということでやっていきましょう。リスガールですね。まずですね、ピンクブロックをですね、ゲットしていきたいと思います。最初にですね、これですね、パネル、グエンプルのパネルですね、をやっていきます。3枚あります。はい、OK。そして B。はい、折っていきましょう。はい、スクイレルガールですね、通称リスガールですね、本名ドリーン・グリーンですね、詳細不明の遺伝子操作を受けて生まれました、リスの能力を持っています、彼女はですね、大きなふさふさした尻尾で物を掴むことができます。またリスとの会話も可能であります、この能力をフルに生かすべくドリーンはですね、スクイレルガールとしてですね、悪と戦います、また彼女はですね、グレートレイクスアドベンジャーズのですね、子さんメンバーでもあります。今回ですね、100% コンプリートをですね、目指していますので、しっかりやっていきたいと思います。そうしないと、このスタットをですね、稼いでいかないといけませんので、スタットもですね、満点にしたいと思っています。今ですね、スタット2倍をしてますので、結構早めにですね、何を投げてるのこれ。何を投げてるわけ、結構早めに、スタットも集まってくるとは思います。この奥にあるグエンプルのパネルですね、これが2枚目ですね。はい、はい、OK。 B はなぜ出ないわけ。はい、出た。はい、 OK。 おっと、 B 追っていきましょう。ん？こっち？はい、OK、B。掘ります。何が出てくるんでしょうか？おっと、B。はい、3分の2ですね。OK。こっちです。戻ります。はい、戻ります。あ、これじゃなかった。これじゃなかった。はい、3枚目ですね。はい、B。はい、OK。B。はい、追っていきます。はい、B。はい、B。BB ばっかり言ってますけど。はい、 OK。 3分の3でピンクブロックゲットですね。はい、こっち側はですね、後から攻略ということになります。
ちょっと頭がおかしいやついますね。なんか頭がほらほら、頭燃えてるよ、剥げちゃうぞ。はい、ということでやっつけます。はい、 B。 はい、何かな。はい、 B。 X 連打です。 Is this really an improvement? Dang. Try again. もう一度やってみて。何を、おっと壊れましたね。はい、次行きます。はい、 B。 何か組み立てられてますね。えい、トゥルービリーバリーですね。集まりましたね。集まりましたけども、はい、 B。 はい、 B。 何でしょう、何が出てくるんでしょう。お、噴水ですね。こいつはなんて美しいということで、頭のおかしいやつが出てきました。なんか燃えてます。OK。はい、出てきました。はい、B。はい、B。B。B は ?B。はい、OK。B。B の連打。ですね、ここではですね、5個のですね、グエンプールの指名を受けます。そしてですね、グエンプール看板ですね、パネルを3枚、をですね、ピンクブロックに変えます。そして入手いたします。そしてスタンリー救出とキャラクターの解除となっています。次いきます。次ですね、キャラクターの解除ですね。これは関係ありません。ただ壊したいから壊しているだけです。はい、行きます。はい、スタンリーを、あ、もうですね、もうスタッドは集めなくていいので、これちょっとうざいですね、こいつやっておきましょうか。はい、アクロバットのキャラクターは A でボールポールに飛び移り、もっと高いエリアに移動することができると。やってますけど、ちょっと待って。OK。 B 連打いきます。 Y。そして次こっちですね。あ、 OK。 X。 おお、力持ちですねこいつ。でち、なんか見えてますね。ちょっと待って。よし、 OK。そして、あ、 OK、 2つ来ました。で、降りていいわけ。エビで、どうなるんでしょうか。お、スタンリーが出てきました。やっぱいいですね、スタンリーに助けられた、助けることができて、やっぱり良かったですね。はい、スタンリーですね。何人も出てきたような感じがしましたけども。はい、次、上の亀と、あそこですね。これはどうすればいいんだ。あ、まあまあ、ちょっととりあえずやってみましょうか。あ、ショップですね。ちょっとやっつけましょうか。あー、こいつら。
まあ、動物愛護団体ということなので、あまり手荒なこともできませんけども、おチップハン、はい、ありがとうございます。はい、チップマンハンクできます。ビ、空中に浮いてますが、ビの連打、はい、オッケー、ビの連打、またビの連打、ん、何を回す、急に言われても、あ、オッケー、あ、 BX、 まあ修理してるんですね。あ、ちょっと待てや、 BX、 AX、 B、 はい、オッケー、はい、外れました、解除されました。次は、お、次はカメ、カメさんか、はい、次、はい、次行きます。Those turtles and tell them to cease and desist their harassment of the good people of New York. I cannot communicate with these creatures. Okay, 出てきました。 B. Fish? Are they fish adjacent? Sometimes I wonder whether you guys understand my powers at all. I mean, they're kind of fish adjacent. I would have thought you could do that. I have to say, 字幕全然読めませんけども。 Hey, don't be like that. I'm still useful. I'm gonna get in there and take a look.はい、上に来ましたね。ということで、操作ゲージがありますね。操作パネルがあります。ということで、上がりましょう。ん？どこ？おお。はい、B、X。オッケー、上に上がったと。そして何か餌を入れた。おい、うざいぞお前たち。あ、違う、はい、 B、 餌を入れたので戻さなきゃなんない、なんないですね。はい、オッケー。え、そしてどうなるのでしょうか。と、亀が入るのか、入りましたね。はい、オッケー、扉が閉まって、モードック、はい、こっちのセクションに行きます。ロボットもいますね。エビ、何何何何、攻撃、わい、違うつも、Get ready, Modok. It's time to eat nuts and kick butt. And sadly for you, I'm all out of nuts. マドック、ロックされてますね。こいつは撃てるのでしょうか。おお、もうロックずっとしとけばいいのかな。もうロックしとけばいいのかな。向こうロックされてもこっちもロックして打てればいいのかな。はい、アイビー、はい、操作さんもパネルですね。アイビー X、 何のパネルか分かりませんが、はい、閉まりました。アイビー、これをもしかして繰り返すのか。
これあーこれどんぐりか、どんぐりを売ってるわけ。はい、体力ゲージがだいぶ減ってきましたね。あーはい、ビアイビーエクサーいけアイビー、もうこれ面倒ですね。いち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 ワイよし、もうすぐ終わります。Genuine big evil floating heads a mile away. Remember I mentioned it in the intro cutscene? A real cosplay thief would have passed out by now from wearing all that paper mache. MODOK's plan to besmirch the good name of our bushy-tailed heroine is up in smoke. And Doreen has come out with even more cred than before. Hashtag ironiclan backfire MODOK. All that's left is for Koi Boy to stop making fish puns. We get it already.And for the robot squirrel to get to tech support, then we can save progress with a clear conscience. Bye! さあ、ピクニックでパニック。ステージ1ですね。ステージクリア。フリープレイモードを解除しました。はい、揃いましたね。ヘリウムモード解除されました。スタンディも解除されました。ゴールドブロック3分の3ですね。コイボイ、はい、今回はこの辺で終わりたいと思いますと言いたいところなんですけども、まだですね、キャラクター解除が残っています。それではちょっとやっていきましょう。メニューを開きます。一旦終了してですね、メニューを開きます。そして、レベルを押します。はい、するとですね、レベルのメニューが出てきます。下の方にずっと進みます。ストーリーモードの方ですね。そしてグエンプールミッションの方で、ピンクでパニックを押します。そしてフリープレイモード、キャラクターを選びます。ドクターストレージでしたよね。ドクターストレージでいきます。はい、ロケットラクーンがつきましたね。はい、行きたいと思います。はい、現地つきましたけども、奥の方ですね。奥の方の、まあ、なんていうんですか、屋台っていうか、まあ、そんな感じのやつですね。はい。なかなかですね、なかなか、ふわ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 してですね、ボールがなかなか入りません。はい、入りました。はい、そして次はブルーのボールですね。はい、サッカーボールみたいですけども、はい、キャラクターが解除されましたということで、はい、終わりたいと思います。はい、ゴールドブロック3分の3ですね。はい、1598,880。そしてピンクブロック、スタンリーの解除ですね。騎士ですね。そしてはい、シルクですね。はい、シルクはですね、シャンディームーンという人ですね。頭脳面積な高校生だったんですけども、シャンディはですね、科学展でピーター・パーカーと同じ放射線を浴びました。その能力を知られたシンディはですね、本人の安全のためにと地下に幽閉されました。スパイダーマンにより解放されたシンディはですね、シンクと名乗りスーパーヒーローとして活躍しているようです。はい、今回はこの辺で終わりたいと思います。次回はですね、グエンプールミッションミッションシチュエーションとなります。次回のですね、ミッションで、ピンクブロックをゲットしますとミニキット探知機が購入可能となります。それではですね、次回をお楽しみに。チャンネル登録、チャンネル登録お願いします。忘れずに。じゃあねー。